札幌市と大阪市についてですね、を目的地とする旅行について GoTo トラベル事業から一時停止をするということを菅総理の下で決定をさせていただきました。今日の GoTo トラベルの措置というのは、まあ都道府県単位で、まあ、知事が判断すると基本はですね、もちろん感染状況について、私ども対応することがあるのかどうかも聞きたいです。もう一点申し訳ないんですけど、先ほど赤羽大臣が、官邸のぶら下がり500億円のですね、地方創生交付金、地方創生臨時交付金のですね、うち、協力要請推進枠として設けております500億円につきまして、それぞれの都道府県、特にステージ3が市内に入ってきている都道府県においては、営業時間短縮の要請などが行われてきております。すでに北海道では11月7日から行われておりますし、大阪府も11月27日から行うということで、今日決定がされているところであります。こうした動きを後押しをしていく、総理から指示がございまして、これまで酒類、酒類を提供する飲食店等の店舗数についてですね、配分対象となるこの店舗数について、それぞれの都道府県の全体の2割という上限を設定をしておったんですけれども、これを撤廃をいたしまして、より一層、都道府県がですね、機動的な対応ができるようにということといたしました。小池知事とは本日、意見交換を行いまして、その後も何度か電話もやり取りもいたしました。東京都の状況も、強い危機感を持ってですね、いること、そして早期の対応、早期の対策強化が必要であるという認識で一致をしております。そうした中で、小池知事におかれては、営業時間の短縮要請も含めてですね、さまざまな対応を検討されているというふうに思います。そうした時にですね、この営業時間短縮の要請について、機動的に行っていただけるように、また、財源を気にされることなくですね、要請ができるようにということで、知事の判断を後押ししていければというふうに、そのことを期待をしたいと思います。